小田優也は、熊本県八代市出身のプロ野球選手。宇藤左打、オリックスバファローズ所属。地元の小中学校を卒業後、九州学院高校、東洋大学と進んだ。大学4年生の時に、当と,うとう大学野球リーグで春季に、外野手のベストナイン、周期には2期連続のベストナインと、首位打者を獲得した。また、6月に行われた第60回。 全日本大学野球選手権記念大会の決勝戦、慶応義塾戦で福谷孝治からさよなら2点本塁打を放った。大学では同級生のチームメイトで鈴木大地、藤岡隆弘がいた。リーグ通算59試合118打数32、二安打十11打点1盗塁、打率271、日本生命時代日本生命では1年目から、 公式戦に出場。第83回都市対抗野球大会では、中堅守として2試合に出場し、計3打数無安打で、第38回社会人、野球日本選手権大会では3試合に出場し、計10打数6安打1本塁打4打点の成績で、大会優秀選手に選ばれた。この大会の一回戦、JR 四国戦で、社会人初本塁打を放っている。2年目の、 第84回都市対抗野球大会の1回戦では1番、中堅守で、先発出場し、4打数無安打で、第39回社会人、野球日本選手権大会では2試合に1番、中堅守として出場するも、計7打数無安打だった。3年目、第85回都市対抗野球大会の1回戦では1番、中堅守で、先発出場し、4打数1安打だった。 日本生命では同級生のチームメイトに小林誠治、井上春近、吉原翔平がいた。2014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズに8巡目で指名され契約金2500万円、年俸1000万円で合意し入団。背番号は50に決まった。11月に行われた第40回社会人。 野球日本選手権大会では4試合に9番、中堅守として、先発出場し、計14打数5安打1打点だった。2015年、春季キャンプで A 組入り、キャンプ初の対外試合の韓国、KT 戦に9番、左翼手で、先発出場し、3安打3得点に盗塁を記録した。開幕は1軍で迎えたが、出場がないまま3月30日に登録を、 抹消された。8月5日に出場選手登録され、同日の対ジバロッテマリーンズ戦において2番、右翼手でプロ初出場、初先発出場し、プロ初打席は投手へのギ打だった。3回表の第2打席で、初安打を放ち、7日の対埼玉西武ライオンズ、戦の2回裏には、初盗塁を記録した。11日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、 3安打を放って、初猛打賞を記録すると、翌12日の対ソフトバンク戦では3回表の第2打席で、初本塁打を放った。2016年、4月13日の対北海道、日本ハームファイターズ戦において、同点の10回裏、2種3塁の場面でプロ初のサヨナラ打を放った。7月28日の対ロッテ戦ではサヨナラ儀比を、放ちシーズン2打点目を記録した。 この時点で、シーズンに記録したアンダー前日のサヨナラだのみであり、打点は二つともサヨナラ勝ちをもたらしたものであった。この年、前年を上回る78試合に出場したが、ダイソーや守備固めでの出場がほとんどで、打席数、アンダ数、打点、打率など打撃面の成績は、前年を下回った。2017年は、ダイソーや守備固めで43試合に出場するも、 打撃成績は17打数1安打に終わり伸び悩んだ。2018年はオープン戦で満塁本塁打。守備中に左手首を骨折して一度は離脱するも、最終的に90試合に出場し打率、287に本塁打、15打点、10盗塁とキャリアハイの成績をマークし、倍増となる2300万円で契約を公開した。二千十九年は開幕戦で、 スタメン出場を果たしたが、4月に左ハムストリングス支持損傷で早々に離脱。目標にしていた100試合出場、20盗塁は達成できなかったが、82試合に出場し打率、206、3本塁打、21打点、9盗塁の成績を残した。2020年は前年より多い87試合に出場したが、ダイソーや守備固めが主となり、打席数は半減。 打率、239、1本塁打、7打点の成績だった。社会人時代で50メートル走のタイムは5秒9、遠投は120メートル。ありがとうございます。